はい、じゃあ今日は灘高校の数学をやってみますね。四角1番と四角2番の解説をします。多分一番めんどくさいのはね、この1の4と2で四角2だと思います。はい、それは後で、じゃあいきますね。じゃあ頭からいきましょう。見えるかな。これはね、1の1はいろんな人がなんか YouTube で解説してます。まあ私も、私なりにちょっと説明しますね。これはね、テクニックで、これ本当に計算したら大変ですよ、本当にね。このルート2022が何回か出てくるから、これを A と置きましょう。で、ルート77も何回か出てくるから B。だから A たす B の2乗っていうふうにしていくと、実はそれを整理して、だからこうなります。結局ね、この問題っていうのは。A たす B の2乗。ちょっと入るかな。A たす B の2乗、引く2、括弧 A たす B、括弧 A 引く1、足す2倍の A 引く B、かけ A 引く1、引く A 引く B の2乗ね。で、これを展開していきます。展開していきます。これで A と B だけの式にします。そしたらね、本当にこれ展開してもいいんだけども、技を使うと、これ2乗引く2乗か。和と差の積使って、やってもいいし、もしくはこれで、これからこれ引いたら 2AB とマイナス 2AB で間引くだから 4AB が残りますよね。 4AB が。で、あとここのところは共通因数が2で、共通因数が A-1 だから 2A-1 を共通因数にしてこう因数分解します。そしたらここのところがマイナス 2B になります。で、これ計算していくとね、 4B うまいことね、 4B になるんですよ。ということは A は関係ない、 B はルート77だったから答えは4ルート77と。そういう計算をしてください。いいかな？もう一回言いますね。これをちょっと拡大します。はい、これを A、B、だから何回も、だめんどくさいやつをでが何回も出てくるんだったら文字にしておくと、ね、で。A と B だけの、A と B と1だけの式にすると。そしたらうまいこと 4B になりますので、回答は 4×77 っていう流れにね、してください。はい、次。2番。サイコロ A、サイコロ B を投げて、A の目がスモール A と、B の目がスモール B。で、X の二次方程式、X2 乗引く AX プラス B イコール0が、ただ一つの解を持つ確率はと。で、この方程式は異なる二つの整数解を持つ確率はと。これね、本当にこれ当てはめてもいいんですよね。サイコロだから1から6しかないので、本当に当てはめてもいいと。でね、こういう問題はまあ解の公式ですね。じゃあ今こうあったと。解の公式で x イコール2分の a プラスマイナスルート a2 乗引く 4b と。これ高校生はね、判別式って言い方します。この a2 乗引く 4b ね。それが0になってくれ。これ0になってくれたらなくなるわけだから、x の解答1個しかないですよね。じゃあ、a2 乗引く 4b が0に当てはまるのを考えればいいと。そしたら、a、b の組み合わせが21か44しかないですね。そしたら、サイコロは6通りかけ6通りだから36分のこの2。ってことで、答えは18分の1と。っていう答えをね、導き出してください。で、今度もう一個の方の、この方程式は異なる2つの整数の解か。整数の解ってことは、この解、解の公式のこれからしてですよ、ルートが外れればいいんですね。だって A は整数なんだから、 A 数は整数でも自然数だから、そしたらこのルートの中がルートが外れるってことは、この A2 乗マイナス 4B が結局1だから、ルート1だったらルート外れますね。ルート4でもルート外れると1、4、9、16、25で36はありえないので、6636だからありえないので、だからこれのどれかに当てはまるような AB の組を探せばいいと。いい？もう一回言いますよ。今、解の公式でこうなったと。これ、ルートがありますよね。ルートが取れれば整数が2個ありますよ。2分の A プラスマイナス何、何、何、みたいな。A は整数だから。いい。じゃあ、ルートが外れるためには、ルート1、ルート4、ルート9、ルート16、ルート25になるような AB の組。そしたら、3243545665と。この5つあります。ってことで36分の5と。例えばね、56入れますよ。5と 6入れてみます。ここ25、24だから1ですよね。ルート1ってことは1。だからルートが外れるような値、つまりこれを探せばいい。これになる組をね。そしたらこの5組しかないと。ってことで36分の5と。
かな。解とこれとこれね。はい。で、続いて、カッコ3番。これはね、相似の問題、もしくは円周角の問題です。三角形 ABC は正三角形。それは、ま、もちろん使わないといけないと。で、図のように内接していると。AD が4ルート7、BD が4と。で、求めるのは DE と三角形 ABC の一辺の長さはと。じゃあね、ちょっと図を別紙で書きました。これね、普通にやっても出ないんですよ。60度っていうのは、ちょっとまあ結論書いちゃったけど、60度っていうのをうまいこと使わないといけないから、これが4なんですね。問題文にはもう4って書いてあるから、BD が4ね。じゃあ、こ点 D からこう垂線を下ろします。AB に対して。そしたら、うまいこと30度、60度、90度の三角形作れますね。そしたら、これが4、だから1対2対ルーツ3だから、自然とこれが2、これが2ルーツ3になります。そしたら、あら不思議。ここにももう一個直角三角形が出たと。そしたら、2ルート3と4ルート7が分かってるから、ここを三平方の定理で出しますよ。この直角三角形を使って、この長さね。まあ、これは M だとしたら AM っていう呼び名でもいいんだけど、まあ、これ H だったら AH ね。そしたら、4ルート7の2乗引く2ルート3の2乗にルートをつければいいですね。この長さ。この長さっていうのは。そしたら計算してみたらね、10になります。じゃあこれ10と。つまり、正三角形 ABC の一辺は12と。10と2だから12ね。12。じゃあこれも12だから自然とこれ8になると。そしたらあとはね、この三角形とこの三角形が相似なの分かりますかね？相似。なんでかっていうと、等しい弧、もしくは同じ弧、弧 AC に、ね、に対する円周角、円周角だから、これとこの円周角同士は等しいと。これ60度ならこれ60度ね。で、あと、等しい弧、だから、弧 BE に対する円周角、円周角だから、ここも等しい。この角も等しい。だから、2角は等しい。まあ、あえて言うと、これ三角面も等しいけど、対頂角でね。じゃあ、もう相似だから、これ対これはこれ対これでいきましょうか。相似が言えるんだから。この三角形とこの三角形相似だから、これ対これイコールこれ対これと。で、これ対これ分かってますね。4ルート7対8イコール4対 DE と。4ルート7対8イコール4対 DE と。それで DE を求めてください。じゃあ内項の積イコール外項の積。ということで DE は4ルート7分の8かけ4イコールルート7分の8イコール7分の8ルート7ね。分母を有理化して。7分の8ルート7です。いいですかね。はい。だから、正三角形の一辺は12、DE は7分の8ルート7。という答えを導き出してください。で、次ですね。これが難しいんですよね。難しいんだけど、普通にやれば解け、簡単です。ちょっと本が落ちちゃう。普通にやれば解けるんですけれども、ある容器に 15% の、食塩水が 200g 入っている。ということは、200×0.15 で、30g、食塩が 30g ってことですね。だから初めの状態は200分の30なんですね。初めの状態ね。で、この容器から xg の食塩水を取り出し、食塩水ってことは水と食塩が両方入ってますね。で、その代わりに xg の水を加えたと。さらに続けて、この容器から 2xg の食塩水を取り出し、その代わりに 2xg の水を加えたと。この時、食塩水に含まれる食塩の質量を x を用いて表すとこれこれであり、食塩水の濃度が 7.2% だったら x はなんぼであると。じゃあ、10秒後に始めます。はい。じゃあね、これをこうしようか。これね、こう言えますよね。ね、ちょっと問題に沿っていきますよ。はい、なんか、はじめが200分の30なんですね。はじめがね、200分の30なんですね。200あるな、食塩水ですよ。だからあえて言うと、食塩が30、水が170ね。いい。15% だから、今この状態。で、こっから xg の食塩水を取り除きだから、x 引くんですけども、x 引くんだけども、食塩も引かないといけないんですね。食塩も。だから今この状態ね。食塩は、これが今 15% だから、15% 分引かないといけないから、つまり、これの 15% っていうと 0.15x ですね。もう一回言いますよ。今、これが 15% の状態と。15% の状態。こっから x を
抜くんだけども、食塩水を抜いちゃう、取り出すんだけども、この中の、これも一応濃度は 15% だから、そうですね、これが 15% だから、何グラム、何グラム取っても、これの、今濃度は 15% なんですよ。ということは 0.15x は食塩なんですよ。だから分母から x 引く代わりに分子から 0.15x 引いとかないといけない。でその後に x を付け加えたんですね。これは水です。水を付け加えたと。これは xg の食塩水だけど、これは xg の水ね。いいかな。で今度さらにこの 2xg の食塩水を取り出したんだから、引く 2x ね。ただし食塩は 2x に何かければいいですかね。ここの濃度、この今濃度ってこれですよね。まあ、これは関係ないが200分の 30-0.15x っていう濃度ですよね。じゃあそれをかければいい。200分の 30-0.15x っていうやつを。これが濃度です。だから 2xg の食塩水を取り除くんだけど、食塩に当たるのは、濃度はここの部分ね。ここの部分。この部分。じゃあその濃度の分をかけとかないといけないと。この 2x にね。で最後に 2x を足すとっていう流れです。いいかな。そしたら計算したら、あ、ごめんなさい、初めの問題はこの分子部分が何ぼですかって言われてるから、分子部分を計算します。分子部分ね、こう計算すると答えは、あ、これはまあどっちなのか、こっちがあるのか、ちょっと待って、ね、あ、これでんか、これで答えは2000分の 3x 以上引く 900x 足す6万と。これ因数分解しててもいいですけどね。因数分解できますので、分子部分は。いいかな。これは回答です。2000分の 3x 以上引く 9x、900x 足す6万ね。で、もう一個の方はそれが、7.2% か。7.2% ってことは、これ分子だから、これ分子部分だから、つまりこの分子部分を整理したんですよ。で、分母部分はこれは200ですね。ということは今この状態になってる。200分の、今計算した2000分の 3x 以上引く 900x 足す6万。で、これちょっと整理すると、200をこっちかければいいから、40万分の、3x 以上引く 900x 足す6万と。それが 7.2% だから 0.07 になればいいんですね。あとはこれを計算です。これを計算してください。いい。これイコールこれね。で、それが 0.072 と。じゃあ、両辺に40万かけて、あとは因数分解できます。104っていうのは 26×4 だから、 26×4 で26というのでちょうど足した30になりますね。じゃあ因数分解してこうなんだけども、もともとはこれに 200g 入ってるだから、200を取り出したら問題成り立たないですよね。だから200は200、0から200の間だから、これ260は絶対使えないと。ってことで回答40ね。回答40です。いいかな、そこまで。で、あとは、これで終わったんか。1、2、3、4終わって、はい。あと、これか。これがまためんどくさいですね。これは一応文解答なんですけど。四角2番。正の数 x を x イコール n たす a。で、n は0以上の整数、整数ですよ。で、a は0以上1未満。だから 0.5 とか 0.9 とか、そんな感じで。を表すと、表す。次の問いに答えなさいと。次の四角に適する、これ、括弧1はね、なんとかできると思うんですよ。x2 乗足す a2 乗イコール8の時 n がこれ、x はこれであると。で、2番、x2 乗足す a2 乗が2分の19の時 x の値を求めなさいと。はい、じゃあ行きましょう。これはね、ちょっと別紙で説明します。こう。こう引いちゃうか。はい。今、x2 乗、1番ね、x2 乗足す a2 乗が8ですよね。で、A は0から1だから2乗したら、左側2乗したら0ですね。で、右側2乗しても1未満だから、じゃあこうですね。A2 乗しても0以上1未満ですよね。そしたら、ここのところが1までいかないんだから、仮に0だとしたら x2 乗8ですよね。で、これが例えば 0.999 とか考えたら、x2 乗は7よりちょっと大きいぐらいですね。ですよね。A2 乗が 0.999 とかだったら、そうですね。はい。ということは、X2 乗はこれが言えます。ということは、X2 乗が7から8なんだから、N は N 整数だから、3を入れちゃまずいですね。X で N 足す A だから。
N 足す A だから N に3入れたらサザンが9になっちゃうから、で2だったら2人が4か、1だったら N が1だったら 1. 何歩だから 1.9 とかだっても 1.9 2乗してもここまでいかないですよね。だから2が正解か、 N が2ね。じゃあ2で、じゃあ N が2ってことは X は N 足す A の N が2なんだから、あとは展開してください。これのこの式に展開っていうか代入してください。これを代入すると、そしたら A だけの二次方程式になります。そしたら解いていくとA がマイナス1プラスマイナスルート3と、で A の条件こうだったから A はマイナス1足すルート3ね。でここで求めるのは N と X か、 N と X だから N がこうで A が今こう出ましたんで、でこれでよって X はこうね、 X は2プラス今の A ね、で答え1足すルート3といいかな、これカッコ1番です。でカッコ2番も同様に x2 乗足す a2 乗が2分の19つまり 9.5 と、で a2 乗がこの範囲なんだから x2 乗はこの範囲になると、で x ってのは n 足す a だったですね。で n が2と3だったら成り立ちますね。例えば n が仮にまあ2で、まあ3は分かりますよね。 n が3だから3サザンが9になるから n2 乗でサザンが9だからこの間入ってますよね。 a がすごいちっちゃい数で、で n が2がなんでかって言うとね、例えば 2.9 の2乗は 8.41 なんですよ。この中入らない。ただし 2.99 にすると 8.9401 か。だからこの間に入っちゃうと 2.99 を使うとね。だから N が2っていうのは使えると。で、仮に 1.999 にすると4までいかないので、だから N が1はありえないと。だから N が3は分かったと思うんだけど、N が2もあり得るんですよ。じゃあ2と3でそれぞれ倍分け。N が2の時は、X は2足す A ね。じゃあこれ点、これ計算していけばいいだけです。そしたら、ここまでいくのか。だから A がこれ、なんだっけ、でも条件こうだから A は2分のマイナス2プラスルート15。じゃあ X は、N 足す A だから2分の2足すルート15。2分の2足すルート15と。じゃあ同じように N が3の時は、3足す A、これが X ね。じゃあこれ展開するだけだから、じゃあこれで A が2分のマイナス3プラスマイナスルート10になります。で A がこの範囲だから A は2分のマイナス3足すルート10使ってください。じゃあ最後の X の回答は 3N が3だから3足す今のやつを代入したら2分の3プラスルート10、これは回答です。2分の3プラスルート10といいですかね。そこまで、でそれで全部終わったのかな。これが出だしの問題です。だから四角一番の小問集合と、だからめんどくさかったらこの4番とこの2番ですね。で、この1の1はまあ問題慣れしてる人はね、楽に解けたと思います。問題慣れしてる人は、ね、テクニック知ってる人はね。でも初めて、だから灘高校の対策とかせずにいきなりパッてやったら戸惑うかなと思いますが、灘高校を受ける子、もしくは通る子はもうテクニック持ってますので、これはすぐにね、解けたと思います。これ本当にやったら大変ですよ。ね。本当にやっても解けたかなと思うけど、めんどくさいけどね。はい、こういうのは技を使うと。はい、じゃあ以上になります。